野崎チャンネル。さあこちらね、いや最初ちょっとボタン押し忘れたけど名人4位の方だった。さあ1番3崎です。メルセデス、メルセデスはツーシームかストカットだね。どっち打つかだから。何気に里崎にメルセデスはね通用しないよ。なぜかっていうとね、回転見えないからで、ね、ヤバ感で打つから。ほらもうどっちか張って打つ。マスとかツーシームか。いやータイミング悪くなかった。ちょっと早かったか。カモン。いやーいい感じだったけどね。いい感じだったけど、よしもうどっちかに貼るよ。カット、マッカット、マッカットに貼る。おいランデバースね。あちょっとボール気味かできたらもうほぼマストだからね、配球的には。さあマスト、フェディシャレンパーツ。もう俺もう山張りで打ってるからね、もう見えないから。さあどっちや、マストかもう一回。あ詰まった、マスト落ちなかった、ツーシームだった。まあ、こういうのもあるんだよ、あの山張って打ってるからね、見て打ってるわけじゃないから。ツーシームかと思ったボールだった。もうこれはもう仕方ない、これはもうね一か八か打撃だから。さあうちのピッチャー山本ですね。侍ジャパンも頑張れね。里崎山本の配球はね、これどうかって今持ってるんだよね。このツーシームをねアウトコース行く上にねギリギリいっぱい投げてる。でこのツーシームとこのスプリットの併用、このアウトロー、これどうなんかなってね最近何気に思ってんだよね。で打ち行くと見せかけて高速スライダーでボールね、これボールでいい。でツーシームと見せかけてスプリット、そうです、いいね、そうそうそう。でまた外に、これボール球振ってくれたら最高。いやー振らない振らない。でツーシームと見せかけてスプリット、いいオッケー。この俺アウトコースの最近出し入れが気に入ってんだよね。どうなんだろう、高速スライダーと見せかけてね、カットカットと見せかけて高速スライダー、この出し入れね、よくあるパターン。山本由伸の必勝パターンね。で今度は低めからこれストライクゾーンに、いいナイス、王さんナイス、王さんナイス。ちょっと甘かったからびっくりした、王さんナイス。高速スライダーと見せかけて通信。いやー危ね、ホームラン行きかけたわ。思ったよりインコース行った、もうちょっと甘くから落としかった。いやー危ない、ツーシームと見せかけてスプリット、これはもう上等したんだね、らしいね。ツーシームと見せかけてこのドンピシャマス、そうそう、こう振らないで多くの人で、同じとこから通信振ってくれたら、まあ、これボールで OK。 通信もカットだけどストライクゾーン入んないで、そう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 。でこのボール球、ボール球通信、いやーちょっと最初からボールや、ベストピッチ出ない、いろんな球でも最後まっすぐ来い、俺は詰まった、ナイス、今ベスピ出た、あれ出るといいね。さあ攻撃よ、ここもマスとかツーシームどっちか振りたかった。さあさっき打たれてるからね、そこからのマスと、そう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 、見極めて、どうぞ、いい見極め、いい見極め。あもうこういうのも打てない、もうマスどっちかしかね張ってないから、ナイスナイス。さあ吉野さん、そうそうそう、いいね、ボール球振らないでいこう、うん、そうそう、そういうのはほっとこう、そういうのタイミング合わせれない、そんな器用じゃない俺は、そんなうまくもない。いやーマスとかと思ったら完全ツーシーム、これはもう山張っていってるからね、仕方ない。でももういい送りバンドや、池江坂本、どっちかよ、山張っていこう、2分の1よ、
なるほど、そうですよね。いい、ミスったら打ちます。そこは見逃しません。山田です。もうそういうのはタイミング合わせきれない、俺のレベルでは。いやもうそうそうそう、もう仕方ない仕方ない、空振り OK。それ仕方なく打っていくよ、もうバレてきた、それどっちか狙ってんの。さすがに里崎行こうよ、こう一歩見とこうよ、視聴者の皆さんに俺の打撃をね。クレイさんはなんか2006年再現とかしきれてへんやないか。2006年お前再現してんだったら里崎のエースあるやろ、なんでええやねん。一応5にしときました。そんな気遣いいらへんの、俺も三振したやないか。ほらもうふてってるよ顔が。さあここはきっちりね押さえていきましょうね。高速スライダーに仕掛けてシュート、いい、そうそうそう、でシュートに見せかけて通信ボールで、あストライク入ったか、センター、はい、OK。 タブラばっかり取りに行くんだよクレイさん、俺取ってくれないんで絶対押さえてやる。そう、おホームラン、おお、そらタムラ取るわ、そらタムラ取るわ、そら俺じゃないわ、そらクレイさんもタムラ取るわ。きっちりホームランが入ってる、そらもうタムラ取る、これアウトゴール、アウトゴール出しに行こう。そう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 、ツーシームと見せかけてます。いいショート、オッケー、打球上がらせないよ、田口さん。ボール球ね、はい、ストライク入んないでよ。そう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 、で今度は同じとこからいく、ストライク、はいはいはい、ゲーム性どうですか佐々木の。じゃあメルセデスは佐々木に強いし、なぜなら山間で打つから、あのそんな見て打ったりしないからね。これはいいね、ね、名人4位の方でも、きっちり勝ちました。でもクレイさんがやっぱ俺を選ばない理由がわかるね、やっぱ田村打つね。でもクレイさんしっかり佐々木のエースを取って2006年再現、再現しきれてないからね。マイアミからは言うけどしきれてないからね、エース持ってないからね、っていうこと一言だけ言ってみましょう。ということで佐々木のね今回プロスピ動画でした。ありがとうございました。